商品サービス企画本部業務部長の中村より説明をさせていただきます。日本航空中村と申します。この度は理化学研究所様並びに坪倉先生はじめ関係者の皆様のご支援に感謝申し上げます。詳細は共同リリースの資料をご覧いただければと思いますけれども、機内はお客様が近接する座席構成になっているところもございまして、お客様からですね、密な状態やソーシャルディスタンスを気にされる声も一部いただいておりました。今回の研究においては、従来よりお伝えしております機内の空気循環システムの効果と、現在取り組んでおりますマスク着用の効果をですね、確認する目的で研究を実施させていただきまして、有効な研究結果を得ることができたと思います。この空気循環システム並びにマスクの着用、この2つをですね、活用することで、機内の安全安心をですね、お客様にお届けしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。